てる。人食ってた。回転しながらちょっと近づいてみる。あーダメだダメだダメだ。私が田舎者って言われてるの。一応東京なんだけど。ごまきのギルド。はいどうも、ごとまきです。今回もごまきのギルドエルデンリングやっていきます。で、前回レアルカリア魔術学院でレナラを倒すことができて、今大ルームもらっていつでも生まれ直しができる状態とか、それからもね、結構いろいろ散策して祝福をね、たくさんポイント見つけたりとか、気持ちいいっていうか10個ぐらいレベル上がったのかな。61までになりました。確か前回50ぐらいだったと思うんだよね。で、今回今ちょうどね、カーリアの上官正門に来てるんだよね。というのも、魔女のレナと出会いたいんだけど、ここの城みたいなところのボスを倒さないと先に進めないということなんだよね。というわけで早速やっていきたいと思いますが、入ってしまった。なぜかここに血痕があるっていうことは、何かしらあるんだろうな。強敵がいるらしい。あ、でもなんかとりあえずこういうアイテムが落ちてるんで、ああなんだなんだかんだでなんかやられてるから、ちょっと待って、逃げたいんだけど、ちょっと待って待って待って、なんかリンチされている。ちょっと待って、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 ちょっと、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 ちょっと待って、熱っとりあえず何かあった何かあった。この結婚の意味がちょっといろいろ分かった気がする。何かに襲われてた今。え、雲、ちょっと待って、だから、ちょっと待って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 、一回ちょっと待って、一回待って、様子、指、ちょっと待って、ルーンが大事なの、ちょっとだから待ってくれよ。ああ、もう、ちょっと待って待って待って、一回避難しよう、安全な場所に避難しよう、避難開始、避難訓練、ちょっと、なんか飛ばしてきてる。なんか手みたいなやつにこうやって襲われてるアダムスファミリーに出てくるハンドみたいなやつ。ちょっと端っこから行くわ。でもなんかあそこら辺にアイテムがありそうな気が、あ、なんかこっちにもアイテムがある。おおお、とりあえず進める場所に進もう。まあ、なんか指かいてるし。こっち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 。ああ、なんだね。危ないですね。まあ、なんかいる。とりあえず話しかける。指はこっから、そこからこっちには来れないみたいだぜ。とりあえず行けるところに行こう。あ、祝福。あったかいやつがある。ふぅ。建物内に入ってこれたから、とりあえず行けるところに。ん？いい。いい。はい、カウンター好きよ。あれ、ちょっと待って、一気に湧いてきすぎだぜ。はい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 、二人はずるいな。おい、罠。はい、待ってました。はいはいはい、やめてやめて。おっと、無敵時間。
私だ。はい、無敵時間ゲットし、はい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 、いた、痛いねそれは。はいはい、ゲッツ。ふぅー、さあ、あ、あったあったあった、祝福。ふぅー、これ建物内の祝福は結構ありがたいね。この回復をね、温存して、なんか足音が聞こえる、びっくりしたな、もうびっくりしたな、もう。え、君にはカウンターというものが効かないみたいだな。結構すばしっこいじゃないか。ちょっと酔っちゃう酔っちゃう酔っちゃうよ、そのすばしっこさは。なんでそんなに強い。やられるかと思ったよ。なんかいるし。これこそはしごを目指せ。そしてこの先遠距離、ほら遠距離が有効なんだよ。魔術師、魔術師、はしご、あ、はしごがあるよ。そんなピンポイントで落ちる、普通ここに。危な、はしごがある。え、なんか上がった瞬間に雪だるまみたいに、雪だるまじゃねえ、あのあれみたい、だるまさんが転んだみたいに止まったんだよね、上がった瞬間に。この人がここが遠距離コーナーなんだな、きっと。これ強そうだぜ。これはそっちから抜けれないもんね。はい、これ倒さなくてもいけるやつじゃない。もしか、なんかなんか見てる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 。君、もう一匹が来る前にやってしまおう、さっさと。はい、何何その構えは。え、ずるずるずる、ちょっと待って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 待った待った、やばい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 、気づかれた、気づかれちゃう気づかれちゃう気づかれちゃうから、ずる、なんだその剣は。え、ちょっと待って、ちょっと待って待って待って待った待った待った、ちょっと待った、強そうだ、全然強いぞ。え、ちょっと待って。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 ああ、なんかすごい、なんか大人数に追われてる気がするけれど。ちょっと待って、ここ。ちょっと待って、待って。ちょっと待って。なんかアイテムがいっぱいありそうだ。え。どこから狙ってるんだ。え、そっち。なんだその攻撃は。やってやったぜ、今度は君だぜ。はい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 、オッケー。ふう、椅子がいっぱい並んである。この椅子は一体何人座れるんだろうね。ここどっか目印ないかな。あ、このここのあれが目印として、1、2、3、4、5、43、44、45人座れるって。
45人で何をここで 見るんだい。人が立ってますね。何かやってますね。しまった。なんかいきなりなんか強そうなボスみたいなやつが出てきた。ちょっと待って。なんか飛ばしてくる。ちょっと待って。そんな無理だぞ。いきなりそんな戦う気はなかったんだ、私には。鳥人形出させてくれ。えい！あ、いて。いて。なんだね。何してくる？はい。ちょっと待って。なんかこれ食らうの？いた。なんでここで急にボス出てくる？回復あと1個しかないね、私。勘弁してくれたまえ。攻撃はいつすればいいんだね、これは。なんだね。痛いやつ。危ない。ずるいぞ。こっちが馬乗れないことをいいことに。はい。痛いね。これは痛かった。くー。ずるい。もう後がない。後がない。ちょっと待って。後がないんだ、私には。せっかくここまでやってきたのに、さっきの祝福まで戻ることになってしまうじゃないか。まだ半分近く残っている。体力がなんだそれは。ああ、食らっちゃう。椅子が。ちょっと待って。ああ、出た。それ、危ないやつ。めっちゃ食らうじゃん、それ当たったら。やめて。もう死んだ。You died。ちょっとなんか、酸素が足りてないようだ。おお。あいちょ。危ね。よく見よう。よーく観察しようね。あ、今だ。はい。頑張れ、スケルトン。頑張れ。なんだかよくわからない攻撃をしてくれているけれども。食らっちゃう。危ない。あ、ダメ。こっちに来て。はい、いて。あ、いって。ちょっと待って。はい、あぶ、君ダメね。それはダメ。危ないね。食らってるじゃん。やばい。ダメ。このままの調子で近づいてこられたらやられる。回復。はい。あ、いて。何気にいっぱいなんか魔法的なものを使ってくるのねーと。なかなか近づけないってことは、こう回転しながらちょっと近づいてみよう。ダメだ。いて。ちょっと待って。よし。木に隠れられない。さあ、はい、今だ。おいっしょおいっしょとか言って。オーレッタの大弓
とローレッタの斬撃、斬撃、ローレッタの斬撃なるも、おー、祝福が湧いてきた。おーおーもうこの際こんな干渉するような椅子なんて全部壊してしまえ。もう半分の椅子を減らしてやったわんで、とりあえずこの目の前にあるモヤモヤの建物を、レナの魔術師と、ここに行きたかったんじゃないのか、私は。調べる、調べる。え、閉ざされているだと。オオカミくんがいる。お、あ、ここ、ここ、ここは入れるっぽい。よし、ラニ、ラニの。もうぐじゃぐじゃよ。もうこれはあれだね、最初に馬をもらった人かな。うん、こんなところに何用があってやってきた。招待状を出した覚えはないのだがな。お前私に使えるのか。私は魔女らにかつて死を盗み、今も暗き道を探している。そしていつか全てを裏切り、全てを捨てるだろう。どうだ、興味が出てきただろう。興味が出てるものに言ってる意味がわからない。そうか、それはよかった。ブライブという半狼の騎士がいるらしい。彼と組んで見つけてほしい。彼と組むの？永遠の脈ノクロン。会社にブライブを呼んでおいた詳しい話を聞くと、ああ、それと軍師の維持、魔術教授のセルブスの体だ。癖のある者たちが気が向くよう、利用できるの？これと話すのか。イジーさん。で、君もいると。君が一番弱そうだな。まあ、私はセルフス、マジ、あ、教授さんね。そうですね。田舎者、焦りと彼女は何を期待したのか知らないが、私が田舎者って言われてるの一応東京なんだけどってことで、私は今魔女のレナにラダーン、ラダーンを倒すように言われてるの？これフラクの大橋に行ったらいいのかな。絶対怖いやつですよ。これ言っちゃっていいのかな。行きますか。これはどこまで飛ばされるのか。ラダーンのところに行けるのか。赤獅子城とやらに来ましたね。この辺に祝福ポイントを、あったっぽい。この光が、あれ、その中に入っていったぞ。ということはこの中に祝福がある。祝福ゲットできたか。地図を見てみると、ここか。今ここにいる。広場前の部屋。こっちか。なんか怖い気がするんだよね。え？狼男？確かに。これ話しかけるやつかな。
共に戦う、え、共に戦うの？君と一緒に戦うのかい？よろしくな。よし。さあさあ。え？話しかけるらしい。準備は良いって言ったらなんか変わったんだけど。ちょっと、そういう意味の準備は良いなの？ちょっとちょっと。なんか危険な匂いがするよ。でっけえもん。ジェネラル・ロダン。Now he gathers the corpses of four friends and foes alike, gorging on them like a dog. Howling at the sky. Gathering of champions. The revels begin. よかったよ、このままラダン戦じゃなくて。行くしかないから行くか。やっぱそんな相手だぜ。これで行くの？なーに？始まった。始まった。始まった。始まったけど、なんでクラゲちゃん？ちょっと待って。クラゲちゃんが使えないよ。なんで？なんか召喚できるっぽい。召喚できるっぽい。イエーイ！ちょっと待って。え？何が起こってるこれ？危な。どういうこと？ってことはこの人たちも危な。え？何やねん。危ないわ。召喚できた。召喚できる。ってことは。なんなんだ。え？待って。え？これも召喚できるんだな。おお、すごいぞ。仲間がいっぱいいる。はい。していいのかさっぱりわからない。はい、危ない。壺。ああ、どんどん死んでいく。なんてことだ。ああ、ダメだ。仲間がどんどん死んでいくじゃないか。どんだけ死んでいくんだよ。そんな早すぎるぞ、行くには。うん、ああ待って、なんか致命の一撃みたいな時間だったんじゃないのか。え、どこにいるの。え、はい、あ、どこに行きましたか。え、You died。ねえ、ちょっはい、というわけで謎のメテオみたいなものを食らってしまったんですね。私はあれを避けないとどっちみちやられちゃうね。でもそこまでは結構いい感じだったんですよ。なのでちょっと次回あのメテオみたいなやつに食らわずにどうにかラダーンを討伐できたらなと思います。というわけでまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。パッパラパーパパパパパーパパ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